こんにちは、レザークラフトフールです。フールがですね、 YouTube を始めて、1年が経ちました。今ですね、2021年の、6月になったところなんですけれども、レザークラフトフールがですね、まあ、YouTube を始めて、丸1年になりました。まあ、このフールの動画をですね、初めて見ていただく方もいらっしゃると思いますけど、まあ、紹介動画みたいなのも上げてますので、もしよかったらですね、ぜひそっちも見ていただければ、レザークラフトフールがですね、どんなお店なのかはもっとわかると思いますので、ぜひですね、そちらの動画も見ていただければなと思います。まあ、思えばですね、もうあっという間の1年で、まあ、気がつけば1年経ってたような感じなんですけれども、まあ、本当にね、1年間コロナウイルスに、やられまくってですね、まあ本当苦肉の策で始めた YouTube だったんですけれども、蓋を開けてみたらですね、もう本当たくさんの方に見ていただいて、本当にね、ありがたいなと思ってます。始めた当初は、まあとにかくお店のことをですね、もっと多くの方に知ってもらいたいという思いで始めて、まあ1年経って登録者数がですね、まあ1000人いってればいいのかなって思ってたんですけれども、今現在ですね、2200人の方に、チャンネル登録していただいています。まあ本当すごいですよね。自分が思ってる以上にですね、たくさんの方にチャンネル登録していただいて、まあ本当にありがとうございます。まあ、動画の方もですね、まあ1年間で目標としては100本動画アップしたいなと思ってたんですけれども、今現在でだいたい120本ぐらいの、動画がアップできています。まあこれも予想以上ですね。まあ、前半はですね、まあとにかくアナログ人間なんで、まあこの動画の編集、まあ録画編集、まあ全てにおいてですね、もう初めてのことだったんでまあとにかく時間がかかってたんですけれども、まあここ数ヶ月はですね、多少こう慣れてきて、まあその辺の時間もですね、割と短縮できて、まあ今はですね、まあ割と楽しみながら動画の編集もできるようになりました。まあそれでもですね、やはり時間がかかるんで、まあ、毎日動画をアップしている方なんかは本当にすごいなと思いますよね。まあ喋るのもあんまりこう得意じゃないというか、あの滑舌があんまり良くないのでね、とにかく編集でまあ時間がかかるんでね、まあ、自分はですね、まあ、作業しながら動画アップっていうのは、まあこれぐらいのペースがベストなんじゃないかなと思ってます。まあ、もうちょっとですね、皆さんに分かりやすくこう説明ですとか、まあ、画像をこう見ていただけるような編集ができればいいんですけれども、まあ、その辺もですね、これからできる限りですね、いろいろ勉強と、まあ、試行錯誤しながらですね、頑張ってやっていきたいと思ってますので、またぜひですね、よかったら、まあ、見ていただければなと思います。まあ、あと具体的な数字で言うと、そうですね、まあ、このフールの、まあ、すべての動画の視聴回数ですよね、総再生数ってやつなんですけど、それがですね、だいたい約15万3000回再生ぐらいですね。まあこれどうなんですかね。まあ微妙ですよね。まあ有名なね、 YouTuber の方なんかだったら、もう1本の動画で20万再生とか、まあ、100万再生とかいく中ですね、まあ、僕はそうですね、まあ、この1年間ですね、一生懸命やって、もう全ての動画の視聴回数を全部集めてですね、まあ、15万3000回という、まあ、再生回数になってます。まあでもですね、これを普通の広告として考えるとですよね、まあ、僕が例えば地元のタウン情報誌なんかにこの広告を打ってですね、じゃあ1年間で、まあ、15万回その広告を見てもらえるかっていうと、まあそんなことないですよね。まあもちろんですね、技術的な動画もアップしているので、まあレザークラフトをですね、やるこう楽しみですとか喜びなんかをこうもっと知っていただけたら嬉しいなっていう部分もあるんですけれども、まあ正直に言うとですね、やはりお店のことをもっと知ってもらうっていうのも大きな目標の一つだったので、まあそう考えるとですね、もうすごい効果なんじゃないかなと思ってます。
まあ、実際ですね、まあ、このレザークラフトフール、あの高知県、四国の高知県というところにあるんですけれども、今日はですね徳島、まあ、お隣の県の徳島からですね YouTube 見てますというお客さんも来ていただきましたし、先週はですね兵庫県から、まあ、わざわざオーダーのためだけにですね、あの YouTube 見てあの来てくれたお客さんもいらっしゃいました。まあ、本当にねすごいですよね。やはりこう SNS だけだとこう伝わりきらない部分があるんじゃないかなっていうのをすごく感じます。まあ、僕なりにですね、まあ、一生懸命いいものを作ろうと毎日努力をしていて、その思いっていうのは基本的には変わってないんですけれども、まあ、YouTube でこう動画でお伝えすることによってですね、よりお客様にその思いっていうのが伝わっているのかなっていうのをですね、まあ、本当この1年、まあ、特にですねここ数ヶ月はですね本当にね体感しています。まあ、とはいえ、まあ、高知県ねすごく田舎なんで、もうね四国の端なんでね、もうわざわざ来ていただくっていうのはなかなか大変なんですけれども、お電話だったりお問い合わせのメール、まあ、関東圏から今お受けしているオーダーだと北海道のお客様ですとか、まあ、本当に普段のお店の営業だけではですね絶対知ってもらえないようなお客様にですねフールのことを知っていただいてご注文をいただいていますので、この辺はですね、まあ、YouTube を始めた当初の目標というか思いがですね達成できているんじゃないかなと思ってます。まあ、あとは、まあ、結構皆さん興味あると思うんですけど、まあ、広告収益ってやつですよね。 YouTube のまあ広告収益っていうのが、ある一定のハードルを超えるとですね、つくようにできるんですけれども、フールの動画にもですね、ありがたいことに広告をつけさせていただいています。ちょっとね見にくいと思うんですけれども、皆さんがね見ていただくときにもですねちょろ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 広告入ってくると思うんですけど、まあ、実際のところこの広告収益がどれぐらいのものなのかっていうところなんですけど、まあ本当ねこれはねビビたるもんですね。これはですねなんか YouTube の規約で確定してない金額はまあ発表したらダメらしいんですけど、確定した金額はですねまあなんか言ってもいいみたいなんで、まあぶっちゃけ言うとですね、だいたいここ、数ヶ月広告収益をつけで出してからですね、まあ平均したらだいたい約月1万円ぐらいの広告収益がついています。まあ本当にねいつも見ていただいている方には本当感謝です。ありがとうございます。まあ1万円って聞くとねちょっとねなんか少ない気もするんですけど、まあ、とはいえですね、まあ、僕の率直な感想としてはまあ十分なんじゃないかなと思ってます。まあ、その広告収益以上にですねたくさんのお客様からご注文をいただいてますし、まあ、お店の認知度も上がってですね、なおかつですね来客の方にもつながっていますので、まあ、これはですね広告収益以上の、まあ、この値打ちがあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、この広告収益がですねちょっと僕の価値観をですね、まあ、今だいぶ変えてきてるんですよね。まあ、というのも一つですね僕はこの今のお店に移転した際にですねやりたかったことがあったんですよね。それはですねレザークラフトの教室をしたかったんですよ。まあ、高知県の方にですねもっともっとこうレザークラフトの楽しさをですね知ってもらいたいなっていう思いがあって、前の店はですねもうすごく狭かったんでちょっと教室できるようなスペースがなかったんですよね。10周年を迎えてですね自分が店を建てれるようになった時は教室ができるスペースを必ず作ろうと思っていました。で、まあ実際ですねお店を移転してオープンしてみたらもう全然忙しくってその教室をやる時間が取れなかったんですよね。今まあ移転して6年目な、あ、違うな、丸6年で7年目に入ってるんですけれども、もうねその教室という形で自分の時間を割くことがすごくですね未だに難しい状態なんですよね。まあその時間的な問題が1点と、あとその教室をするためにですねお店のスペースを使ってなおかつ僕の時間を拘束するとなるとですね、まあ、生徒さんというか教室を受けに来ていただいた方にですねお題をいただく必要があるんですよね。もうこれどうしてもしょうがなくって、まあ、授業料をいただいて、まあ、技術を提供するっていうスタイルに、まあ、なりますよねこれは。ただそこがですね僕的には少しちょっと気持ちが乗らないところがあって、まあじゃあいくらいただいたらいいのかとか、まあそういう金銭的な部分ですよね、そこのハードルが結構あったんですよね。
まあ、ある程度は決めてたんですけれども、まあ、そんなことも相まってなかなかその教室っていうのができなかったんですけど、まあ、この YouTube をですね始めて1年間、まあ、こうやってみるとですね、まあ、ありがたいことにこの僕の独学の技術でもですねすごく勉強になりましたですとか、まあ、あとこんな時はどうしたらいいんですかとか、まあ、質問のコメントですよね、そういったコメントをですねすごくいただくんですよね。まあ、これもねすごく、まあ、僕の中では動画をアップする上での励みになっているんですけれども、まあ、これって教室と一緒なんじゃないかなっていうふうにこう思い出したんですよね。まあ、対面ではないのでこう自由度はちょっと下がるんですけれども、動画に関しては、まあ、僕が自分の作業時間を使いながら録画をして、まあ、編集にちょっと時間取られるんですけれども、まあ、動画をアップできると。見ている方、まあ、教室の場合は生徒さんにあたる方ですよね。興味を持って技術を学びたいっていう方はご自分の好きな時に好きなだけ見れる、なおかつただ、まあ、この YouTube のですね広告収益が授業料みたいなもんなんで、お客様からですね授業料をいただく必要がないということなんですよね。で、僕の方は Google の方からですねお小遣いをいただけると。これはですねみんなハッピーなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、教える側、まあ、このフールでは僕ですよね、まあ、僕もハッピーで、見ていただいている方も、まあ、ハッピーで、 YouTube ですよね、 YouTube もまあ、ハッピーと、まあ、これ一番いいスタイルなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ここへ来てですねその自分がやりたかったレザークラフト教室っていうのがですね気がつけば出来上がっているっていう状態なんですよね。もうねこれで行こうと思ってます多分ね教室やらないですねどっちか言うともうこの YouTube の、まあ、動画のクオリティをもう少し上げていく、あとはその質問に対してもっと、細かくフォローできればなという思いでこのコンテンツをですね続けていきたいなと今はですね思っています。まあ、本当ね YouTube やってみてよかったなって思いますね。まあ、ちょっとねだらだらと長くなったんですけれども、本当ねこの1年間 YouTube をやってみて今率直にですね僕が思っていることを喋ってみました。あと1年間ですねこの YouTube やってみて大体のペースが出来上がってきたんで、まあ、この辺もですね見ていただいている方にですねお伝えしておこうと思ってます。今ですね一応動画をですね1週間に2本アップするようにしています。火曜日と、土曜日。火曜日はですね、Hulu でいただいたオーダー製品の、まあ、完成商品の、まあ、紹介動画をアップするようにしています。これはですね、まあ、一つは、オーダーいただいたお客様とのですね思い出共有の意味も込めてアップロードしています。あともう一つはですね、まあ、レザークラフトをやられている方のですね、まあ、デザインの参考ですとか、まあ、素材の使用の仕方ですよね、まあ、そういったことの、まあ、参考になればなと思って割とですね短めに、コンパクトにまとめてですねアップロードするようにしています。本とか雑誌なんかだとこう中の様子って映ってなかったりするんですよね。まあ、Hulu ではですね、まあ、本当お客様のですねオリジナルのデザインのオーダー製品っていうのを結構多く作ってます。まあ、すごくね個性的な面白いデザインが多いんですよね。まあ、そういったものを、まあ、火曜日にですねアップロードしてレザークラフトをやられている方のですね、まあ、デザインの参考なんかにしていただければなと思ってですね火曜日はですねそういった動画をアップロードするようにしています。土曜日はですね、メインの、技術的な動画ですとか、まあ、制作工程の動画、あとはですね、まあ、お店の紹介動画なんかをアップロードするようにしています。ここはですね割としっかり、時間をとってできるだけですね皆様に分かりやすく役に立つような動画をアップロードするように、僕なりにね努力をしているつもりです。まあ、この中で月に1遍ぐらいはですね、まあ、インディアンジュエリーの動画ですとかウエスタン系の動画なんか、まあ、ちょっとですねレザークラフトに関係ない動画になってしまうんですけれども、そういったですね僕の、まあ、好きな世界を、紹介する動画なんかも混ぜていきたいと思ってますので、まあ、興味のない方はねもう見なくていいんですけど、ちょっとね興味のある方はぜひですねそういった動画も見ていただければなんかね嬉しいなと思います。まあ、意外とですねレザークラフトのデザインなんかに、まあ、使えるようなこともあったりすると思いますので、まあ、ぜひですね暇つぶしがてらそういった動画もですね見ていただければなと思います。まあ、インディアンジュエリーが好きでチャンネル登録している方にはですねちょっと物足りないかもしれないんですけれども、必ずですね月に1遍ぐらいはそういった動画上げようと思ってますので、
ぜひですね、気長に待っていただければなと思います。あとまあ月に2回ぐらいですね、木曜日あたりにレザークラフトにあんまり関係ないような動画、まあお店のことにはなると思うんですけれども、まあそういった動画をですね、月に2回ぐらいは木曜日にアップできればなと思ってます。まあそうするとだいたい月に10本ぐらいの動画がアップできると思うんで、まあできればですね、このペースを守って2021年もですね、 YouTube ちょっと頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。まあチャンネル登録がですね、まだの方はもしよければですね、チャンネル登録していただいて通知ボタンをこうオンにしていただけたらですね、多少ですね役に立つこともあるかもしれませんので、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。基本的にはですね、見ていただいている方のまあ役に立つような動画ですとか、ちょっとですねハッピーな気持ちになれるような動画をアップしていきたいと思いますので、まあコメント欄にですね、なんか思ったことあればぜひね書いていただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、 See you!